C58363 県院 SL パレオエクスプレス秩父鉄道株式会社は埼玉県の北部から秩父地方に鉄道路線を有する鉄道事業を中核に観光、バス事業、不動産業を行う日本の会社である。本社は埼玉県熊谷市に所在する。埼玉県の北部を東西に横断して秩父地方と結ぶ秩父本線と 貨物船であるさんが知里船の二路線を保有、運営している。長泥渓谷や宝登山を中心とする長泥の観光開発を行ってきた会社でもあり、直営の長泥ライン下りは大正時代からの歴史を有する。過去には乗り合いバス、貸切バス事業、作動事業も行っていた。バス部門は秩父鉄道観光バスに分社している。 ミブロープウェイは廃止されたが、子会社の方を登る工業では、現在も、作動事業を行っている。外食事業も営んでおり、埼玉県長瀞町で飲食店、ユーリンクラブ、ガーデンハウスユーリン豚味噌丼専門店ユーリンを運営している。太平洋セメントが、筆頭株主であり、同社の前身である、秩父セメント時代から行っている、竹鉱山から産出される。 石灰石を運ぶ貨物輸送が盛んである。ジャスダックに株式上場している。鉄道事業者では唯一のジャスダック上場企業である。会社の略称として、秩父、伊豆鉄、秩父鉄、CTK が用いられることがある。しかし、駅での案内表示では、秩父線や秩父鉄道が使われており、略称はあまり使われていない。また、 秩父電鉄という愛称を使用していたため、現在も秩父電鉄と呼ばれることがある。社門は上の文字6つを円形に並べたものであり、上部を意味するとされる。上部鉄道として設立された時に作られたもので、秩父鉄道に改称した後も引き続き使われていた。社門路線図より駅構内を見ぶくち方に向かって、 走行中の貨物列車鉄道に路線を有し、旅客、貨物輸送を行っている。パスモは非加盟。現在、埼玉県内の鉄道会社で、スイカやパスモなどの IC カードが使えないのは、秩父鉄道だけである。ただし、2022年3月に IC カード、乗車券を導入する予定である。現在の秩父本線終点、三部口駅から、 秩父市大滝地区へ路線を延長する計画であったが、中止となっている。三部口駅の引上げ線はその名残であり、かつては、鉱山のホッパーまで繋がっていた。また、大滝村方面にケーブルカーを建設する計画もあったという。以下の路線の免許を得ていたが執行している。白川村、大滝村とも現在は、秩父市。 地方私鉄にも斬新な高性能車が多数登場した1960年代までは自社オリジナルの車両も製造していたが近年は他社からの譲渡車両のみとなっている譲渡元は複数の鉄道会社に及びさながら保存鉄道的な色合いを帯びている塗装電車は1960年代は茶色に白帯1970年代は 茶色のツートンカラーで、1980年代に、入ると黄色を基調に創価に、茶のラインを配したオリジナルデザインを、タクシーバス車両など、グループ全般に渡り導入したが、1990年代に、入ると電車は白地に青を基調とした塗装が主流となっている。ただし、2007年の鉄道博物館、 開館記念イベントから2009年の設立110周年にかけ 1000K の内5編成を国鉄 101K を模したカラーリング1 3回スカイブルー1001回カナリアイエロー1012回ウグイス関西線バージョン1009回に2編成を9塗装にそれぞれ変更している2020年現在 5000K は 都営地下鉄時代から引き続く、青色のライン、6000系は白地に、青色のライン、7000系及び7500系、7800系は、緑色と黄色のグラデーションを基調としており、7500系の一部編成は、全面ラッピングが施され運用されている。電気機関車は、標準色として、青を基調に正面と、車体裾に白帯を配する。 この塗装は出来107.108が松尾工業鉄道から持ち込んだもので、それ以前は茶色に、社会裾に白帯を配するものであった。また各種イベント等を通じて様々な塗色変更が施されており、2020年現在は、標準色以外に、黒色に警戒色、青単色、高単色、桃色に正面、裾白帯、緑に、裾白帯、 赤単色とバリエーションに富んだ構成となっている。現有車両過去の車両なお、かつてパレオエクスプレスで使用されていた休憩客車は秩父鉄道が JR 東日本から借り入れたものであり、秩父鉄道所有の車両ではない。車両数の変遷以下の車両が保存されている。他にも貨車が多数売却されており、その数は把握できない。 各形式の項目も参照。鉄道線は映画、テレビドラマ、CM 撮影などで使用されることが多い。広瀬川原車両基地構内や熊谷駅構内、三部口駅のプラットホームなどがロケーション撮影に使用されている。ありがとうございます。